して3時間くらいで登れてきた感じですかね。と、はい、いうことで今見たら全然鍋焼きうどん並んでないんで、はい、早速うどん食べよう。はい、鍋割りソース鍋焼きうどん1500円でございます。ペットボトルはこちらに、先ほど箱でしたペットボトルはこちらに置きたいと思います。イエーイ、どういい。今うどん頼みました。で今場所がいいとこ取られちゃったんで、ちょっとこの辺になっちゃいますけど、こちらでうどんを受け取って食べたいと思います。はい、来ました。鍋割山名物鍋焼きうどんでございます。うまそうです。早速いただきましょう。ちょっと絵面が見えないと思いますけど、すいません。もう本当今日はもうこういった秋のために上がってきましたから、売り切れてなくてよかった。ちょっと七味ぶっかけて。いただきます。落ちるよ。これさえ食えれば、いやあんま辛くないね。まあ売り切れてなくてよかった。最高ですわ。はあ、山がこう見えてね。どちらかというとあっち側で食べた方が本当は景色いいんですけども、あっち人いっぱいいたからさ。ちなみにうどんの具材がですね。油揚げ、えのき、なると、ネギ、あと半熟卵入ってて、ほうれん草ですかね。はい。しめじ。はい。っていうラインナップですね。はあ、これは、すぐなくなるわ。あっち。あっち。椎茸もありました。うん。あと、かぼちゃの天ぷらが、ちょっとこれも取れちゃいましたけど、うん、うまいな。朝早起きしてまったかいあったわ、うん、すぐ食べれたわ。バン、ひどい時本当1時間以上待つって言ってましたもんね。行列できて、全然良かった。すぐ卵もしっかり。なぜこんなうまいんだ。イエーイ、うまいんだよ。どこに行こうか。寒いけどね。だいぶ汗かきましたから。バン、これやっぱ皆さん大体これで食べてますから、やっぱこれ目当てなんでしょうね、鍋焼きうどんね、うん、バン、ち
ちなみに、鍋焼きうどん1500円ですね。ちょっと高いですけど、まあこれはもう山料金ですよね。ああ、これも致し方ないです。ただ普通の鍋焼きうどんでうまい。やっぱここ来たら1500円になりますよ。うん。24年1月3日までですね。ちょうどよかったっす。あ、そうじゃねえじゃないですか。全然あと1年もあったぞ。来年2023ですもんね。まだまだ。これはもう1枚で 13g タンパク質取れるんで。脂質も低いですし。言うことも何もないですね、はい、これはあのどこも山頂行くとうまいです。